しいよ。いいじゃん、やってみたら。ああ、後藤くん、やだよ、歌いたくない。どうしよう。なんで？冴島さん可愛いし、歌も上手いじゃん。むしろ冴島さんに向いてる企画だと思うけど。人前に出るの本当に苦手なの。やりたくないな。そもそも可愛くなんかないし。え、なんで？私の歌聞いたことないよね。七クマ。ナオト、お前放課後いつもどこ行ってんの？ん？図書室だけど。え？お前本とか好きなんだっけ？いや、本は別に好きでも嫌いでもないけど。え？じゃあなんで行くんだよ。なんか空間が好きでさ。わかんねえな。ナオト、ちょっと変わってるよな。え？別に普通だけど。ま、いや。じゃあ俺は部活行ってくるわ。うん、頑張って。変わってるってわけじゃないと思うけど。俺の名前は後藤直人。どこにでもいる高校生だ。放課後はこうやって図書室で本を読んで過ごしている。部活は怪我でやめてしまって、その頃から図書室に行くのが習慣になった。最近は特に本を読むわけでもなく、ページを開いてぼーっとしていることが多い。あの図書室そろそろ閉めます。あ、ごめん、もうそんな時間か。いつもおどおどしているこの子は同じクラスの冴島沙羅さん。明るいタイプじゃないし、物静かなことから目立たないけど、図書室で本を読んでいる姿はいつも綺麗だと思う。たまに小さな声で歌いながら図書委員の作業をしていることがあって、俺はその穏やかな歌声がとても好きだ。怪我で大好きな部活ができなくなってしまったことは悲しかったけれど、ここでこの歌を聴けるようになったことは俺にとって嬉しい出来事だった。文化祭のステージはコスプレに決まりました。絶対やだ。そう言うなよ。もうくじ引きで決まっちゃったんだからしょうがないだろ。あいつくじ運悪いもんな。よりによってコスプレ引いちゃったのか。まさかのコスプレとは。しかもステージ上でコスプレして歌わなければいけないらしい。さすがにやりたいやつはいないよな。その時一部の女子から声が上がった。冴島さんどうかな。え、私？え、あんなに物静かな冴島さんには無理だろう。でも冴島さんがちゃんと歌ったらどんなステージになるんだろう。湧き上がる好奇心に勝てず、俺は成り行きを見守った。結局冴島さんは断ることができず、文化祭のステージでコスプレで歌うことが決定した。どうしよう。いいじゃん、やってみたら。ああ、後藤くん、やだよ、歌いたくない。どうしよう。なんで？冴島さん可愛いし、歌も上手いじゃん。むしろ冴島さんに向いてる企画だと思うけど。人前に出るの本当に苦手なの。やりたくないな。そもそも可愛くなんかないし。え、なんで？私の歌聞いたことないよね。いつもここで歌いながら本を片付けたり書類の整理したりしてるじゃん。あれ結構好きなんだよね。え、ありがとう。なんかさ、冴島さんのその感じ、確かに今回のコスプレの綾波レイっぽいよね。女子のみんなが冴島さんを推したの分かんなくもないなって思った。私一瞬嫌われてるのかと思って焦ったよ。本当に嫌なんだよ。冴島さんは本当に弱り切った声で言った。いいと思うけどな。コスプレもだけど、特に歌は絶対上手いし。本当？うん、さすがにこんな嘘はつかないよ。そっか、私やってみる。うん、楽しみにしてる。もし似合わなくて笑われた時は後藤くんが責任取ってね。え、俺何もできないよ。走るのを見たいな。もう走らないの？どうだろう、一応普通に走ることはできるよ。でも選手は難しいかもね。選手じゃなきゃダメ。だってあんなに楽しそうに。冴島さんはそこで話すのをやめた。俺が困った顔をしているのに気づいたんだろう。ごめんなさい。いいよ、俺の中でまだ消化不良なだけだから。っていうか知ってたんだね。うん、よくここから見えたから。
そっか。じゃあ分かった。西島さんが文化祭のステージでみんなに笑われたら責任を取って走るよ。俺たちはそう約束した。その日クラスは色めきだっていた。え、西島さんやばくない？やっぱめっちゃ可愛い。まあそうなるよな。西島さんはもともとちゃんと綺麗な子だ。化粧をしたりおしゃれしたりするタイプじゃないから目立たないけど、色が白くて顔立ちも整っているから絶対コスプレのクオリティも高くなると思っていた。なんだろう、ちょっと面白くないもんだな。西島さんのいいところをみんなに知ってほしいと思っていたはずなのに、いざそうなるとちょっと複雑な気持ちになった。その時西島さんと目が合った。綺麗だな。俺にペコリと頭を下げて小さく笑う西島さんが可愛くて誰にも見せたくないと思ってしまった。自分の心の狭さに呆れつつ小さくガッツポーズを見せて応援の意図を伝えた。西島さんは嬉しそうに笑ってくれた。俺、西島さんのこともう好きになってたんだな。そして迎えた文化祭当日、儚げな綾波レイのコスプレをした女の子の澄んだ歌声が響き渡ると、会場にいる全員が息を呑んだ。文化祭と思えない溝を打ったような静けさが広がって、みんなが真剣に西島さんの歌を聴いているのが分かった。綺麗な歌声の中に甘さと温かさを合わせ持っている彼女の歌声はステージを見ていた全員を魅了した。文化祭のステージを降りた瞬間からもう西島さんは学校のアイドルになっていた。西島さんを推していたクラスの女子たちも大盛り上がりで、西島さんのイメチェン計画を実行し、彼女はさらに可愛くなっていった。女子から人気の男子生徒もこぞって西島さんに会いにクラスにやってくるのを俺はいつも横目で眺めていた。完全に手の届かない人になっちゃったな。なんとなく図書室にも行きづらくて、気づいたら足が遠のいていた。学校にいる意味もないので、その日も授業が終わってそのまま帰ろうとしていたら、突然腕を引かれて空き教室に引きずり込まれた。な、え？なんで？なんで来ないの？図書室。いや、西島さんが他の男に言い寄られてるのを見るのが嫌だからです。なんて正直に言うわけにもいかないしな。私、下手だった？え？あのステージに立ってから後藤くん来なくなったから、もしかしてダメだったのかと思って。え？そんなわけないでしょ。最高だったよ。じゃあなんで？私頑張ったのに。後藤くんが背中を押してくれたから、一生懸命心を込めて歌ったのに、あれから後藤くん全然来てくれなくなった。それはごめん。期待外れだった？うん、本当に素敵なステージだった。天使みたいな歌声だった。だけどもう西島さんは俺なんかいなくても平気でしょ。野球部のエースもバスケ部のキャプテンもいつも西島さんに会いに来るようになって、こんな走るのもできなくなった俺なんて相手しなくても全然いいでしょ。うん、ね、だから大丈夫。西島さんはみんなのアイドルだから、俺は陰ながら応援してるんで。やだ。え、西島さん？全然大丈夫じゃない。喜んでくれると思って歌ったのに、離れていっちゃったら嫌だよ。文化祭のステージが成功したら後藤くんともっと一緒にいられると思ったのに。なのに西島さんはさ、最初に背中を押したのが俺だったから、だから俺のことを気にかけてくれてるんだよ、きっと。これからたくさんの魅力的な人に囲まれて過ごしていれば俺のことなんてすぐ忘れるから、だから安心して西島さんの思うようにしたらいいよ。思うように？そう、頭がいいやつも運動できるやつも面白いやつもみんなが西島さんに夢中だよ。だからその中からたった一人を見つけて、その人と幸せになるのが一番だって俺は思うんだ。たった一人？うん、だからもう大丈夫だよ。俺以外にも西島さんの味方はたくさんいるから。後藤くんがいい。え、このたった一人は後藤くんがいい。目立たなかった私をちゃんと見ていてくれて、歌を褒めてくれて、応援してくれた後藤くんがいい。楽しそうに走る後藤くんの姿をいつも図書室から見てたの。素敵だなって思っていたのは私の方なの。だからお願い、離れていかないで。西島さん、俺さそこそこの覚悟で西島さんを諦めたつもりだったんだけど、諦めるのをやめちゃっていいのかな？うん、
俺、結構嫉妬深いことが最近分かってきたんだけど、それも大丈夫？うん。走るのはまた頑張るよ。昔みたいに走れるかは分からないけど、それでもいい？うん。困ったな。もう聞くことがないや。うん。あ、一個あった。冴島さなさん、好きです。俺と付き合ってくれませんか？好きな人が自分の腕の中で嬉しそうにしてくれているこの笑顔をずっと大切にしよう。最後までご視聴いただきありがとうございます。胸キュン漫画七クマでは思わずキュンとするような恋愛漫画を毎日公開中。ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。またねー。